はい、おやした、私は広島県三原市の三平商事の大と言います。今日もよろしくお願いします。今日の動画はですね、前回、ハーレーパンヘッドの、オイルポンプの修理をするっていうことで、この瀬戸内ベースの中で、行うために家から工具を一部持ってきまして、引っ越ししようかなと思ってます。ちょっと私物化しようかななんて思ってるんですが、というのもなぜそういう工具とかを持ってきてるかっていうとですね、ここへ来れる方で、ちょっと自分で整備したい、オイル交換したいけどちょっと工具がないとか、場所がないとかいう方にこう使っていただいたらどうかな、廃油とかも私もオイル交換してるんで、廃油も一緒に処理できたりするので置いて帰っていただいてもいいですし、工具、自分の工具持ってきていただいて足らないものは、私の工具を使っていただければ全然いいかなと思ってるので、ちょっとずつこう引っ越しをしてこようかなと思ってます。はい、こちらなんですが、よいしょ、どこにでもあるというか、そんなに高いものでもないんですが、アストロの、コンプレッサーで、タンク容量30リッターのコンプレッサーです。こういう、空気入れたり、こう空気吹かすものとか、こういう空気入れる道具もありますね。こうやってプチュプチュっとこう入れるものもあります。はい、ここに、テーブル、コストコで買ったテーブルがあるんですが、ここにも工具っぽいものがあるんですが、どっちかっていうとここにあるものは展示というか雰囲気を作るために、ちょっと揃えた工具なので、どっちかっていうと実際に使うにはあんまり適してないかなと思ってます。あとはこの下に、これ私が使ってるオイル交換キットなんですけど、こういうオイルを受けるものとか、入れる時に使う上具とか、ウエスも結構あります。こういうものは実際に使えるものがあるかなと思います。はい、それではこの KTC の、ツールボックスというか、これキャスターがついてこう動かせれるようになっています。このはですね、友達にちょっといただきまして、もういらんからあげるよって言ってもらって、使ってます。で、工具これらはもしここでちょっと整備させてこられた時には使っていいよって思ってる工具なんですけど、これメガネこれらもう多分30年以上前かな、ちょっと買い足してるので全部がそうではないかもしれないですけど、でこちらのボックスレンチ、ラチェットなどのボックスレンチは、これトネとか KTC とかかないうのもあります。次がこちらで、これは、大体全部インチですね。ハーレーを乗るようになってからはやっぱりインチがないといけないということで、ちょっと贅沢をしてですね、スナップオンが欲しいなと思って結構スナップオンで揃えてるんです。そのきっかけにもなったのがこのラチェットレンチのこれなんです。これ友達がやっぱり多分中古だと思うんですけど、プレゼントしてくれまして、型も古いとは思うんですが、これ使ってみてですね、私そんな素人なので生意気なこと言えないんですけど、すごい使いやすくて整備しやすいというか、やっぱり高いだけあるなというのを感じたので、ちょっとお金貯めて少しずつでもスナップオンを揃えたいなと思って、こういうボルトを回す道具は、スナップオンを揃えてます。だいたいインチですね。ですがなかなかこういうロングソケットなんかも結構スナップオンだといい値段するので、これは、シグネット
シグネットもいいメーカーですよね。あとはヘキサゴンレンチとかもインチをだいたい揃えてます。こういうのもありますね。ピョンピョンピョン。タケコプターじゃないですよ。はい、で3段目はガチャガチャといろいろ入ってるんですが、こっちはつかみ物で、こういうラジペンとかニッパとかクリッパー寿司、これは、ネジザウルスじゃないな、これメーカーが違うからあれですけど、舐めたネジをグイッと回す、すごいこれ役に立ちます。プライヤー、モンキー、ウォーターポンプ、プライヤーで、これ電気屋さんが使うベンチで、モンキーで、これも富士屋のニッパっていうのかな、これすごい切れ味抜群ですね。でなぜかこんなハサミと、ガソリンをホースを止める、名前わかりませんけど、であとはまあ普通に細いマイナスドライバーとか、これはカッターナイフで、空気圧計とかも、私トライアルっていう競技レースをやってたので、こういうマックスで1キロとかの空気圧ゲージ、エアゲージを持っていました。今動くのかどうか分かんないですけど、まあ、ワイヤーブラシとかグリス、コーキングで、こっちはテープ類、シールテープもありますし、ビニールテープもあります。でノーギース、あと変わったものはスクレーパーっていうんですかね、ゴガリガリ掃除するものとか、スポーク回し、ワイヤーにオイル入れるやつ、空気のバルで、4段目はちょっと大物類ですが、このブラハンハンマー、ワイヤーブラシ、叩く用のマイナスドライバー、そうそう、タイヤ交換したりする人、この PB のですね、タイヤレバー、これご存知の方多いかもしれないです。これすごいです、びっくりしました。ちょっと値段普通のものに比べると高いんですけど、すごい性能いいというか、今までというか、それまで使ってたのはこういうタイヤレバーになるんですけど、この普通のヘラみたいな、スプーンみたいな、もうこれで簡単でした、びっくりしました。あとは、そうそう、ショックドライバーで、なんかこうガチなどなどよいしょで、そうそう、こういうのもあります。こういうトレーですね。で今度一番下、ちょっと見えないですけど、こうあと横にあるのがドライバーですね。でこれが、美肌で、これ前回買ったピックアップツールマグネットっていう、あとまだ持ってきてないものは今度また紹介できればなと思うんですけど、でですね、今日届いたんですよ、こちらです。これですね、これちょっとしたこの中で使う、いいものが、こう軽いものなんですけど、ちょっとこれを使ってまた、より心地いいスペースにできるかなと思ってやってみたいと思いますんで、はい、ということで今日の動画は終わりにしたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。もしよかったら高評価とチャンネル登録ポチッとやってもらえれば、励みになりますので、よろしくお願いします。それではどうもありがとうございました。バイバーイ。新しく届いた何やらで何ができるかな。